ございます。いい湯ですね、アハハン。いい湯ですね、アハハン。はあ、ビバのんのんでございます。あんたたち、年いくつなの？冒険が忙しかったのに、無理して温泉に来ましたけど、やっぱりいいですね。あったまるし、癒されるわね。でも、ちょっとのぼせそうです。では、そろそろ上がって、お風呂上がりの飲み物を飲んで、落ち着きましょう。いいわね、やっぱお風呂上がりには。はい、やはりお風呂上がりの一杯は牛乳です。コーヒー牛乳やね。フルーツ牛乳でございます。ああ。こうして私たちはそれぞれの一杯を飲んだ後、部屋に戻り、血で血を洗う枕投げが始まるのでした。始まらないわよ。バイオレンスな枕投げですね。プリコネチャンネルリダイブ。ラジオをお聞きの皆さん、1週間ぶりですね。おいっす。コーヒー牛乳派です。ペコリーヌ役マオです。ラジオをお聞きの主様、おいっす。私もコーヒー牛乳派です。ココレ役伊藤美久です。ラジオをお聞きの皆さん、ぶっこおいっす。キャル役、そこはやっぱりフルーツ牛乳でしょ。立花梨花です。おー、枕投げ、枕投げが来ました。今回のオープニングショートドットンドンコント台本は、プリコネーム銀鮭2号さんの投稿をアレンジさせていただきました。いや、素晴らしい。ありがとうございます。いや、続編みたい な結果どうしたんでしょうね。全部美味しいんですけどね。そう、全部美味しいんですけどね。強いて言うならっていう。さて、今回のオープニングの話題、プリンセストークの話題はこちらです。プリコネームコルゲン復帰勢さんからいただきました。ありがとうございます。ハスキーボイスも魅力的な美食伝の皆様、おいっすー。おいっすー。合ってるのか、魅力かな。突然ですが、今個人的にストーリーで見たいと思っているのが、カリザくんとコッコロちゃんの絡みです。基本的に他人を〇〇様と〇〇様呼びするコッコロちゃん、そんな彼女に呼び捨てされているカリザくん。あ、確かに。この2人がサシで絡むストーリーをぜひ見てみたいと思っております。そこでプリンセストークのお題として、お三方がこれから見てみたい誰々と誰々の絡みについて楽しいトークよろしくお願いします。はい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 。新しいタイプのプリンセストークですね。面白い。確かに意外というか、ちょっとフフってなっちゃったな。カリザ呼び捨てな。これはもう私、いい、はい、美里先生の前でタジタジになる吹雪を見たい。あー、確かに。あの美里先生に対してザーコは果たして言えるのか。あ、確かに。それを言ったとしても美里先生はあらあらって優しく包み込むのか、それがぐぬぬってなりそうな、分からせられてしまうのか、ね、吹雪は、見たい見たいよ。見たいよ。美咲もなんか意外と吹雪と仲良くなれそう。あ、美咲、なんかこうちょっとこう背伸びしたい美咲とザコザコしてる吹雪と、なんかこう、こっちの方がなんかイケてないみたいなファッションのセンスが合いそう。確かにな気がする。かわいい。葵と鈴菜、うわーなんかどうなっちゃうんだろう。うわー、すごいフレンドリーじゃないですか、鈴菜。クラスメートで会ってくれる。葵はどうやって、あっってなってる姿がちょっと見てみたいな。いいですね。いいね、同じクラスメート。うわー、めっちゃ迷うな。葵かアンナとかとも、なんかこうわたわたしそうな感じしますね。今何とおっしゃったんでしょうか。よくぞ聞いてくれた。見たい見たい。見たいな。全然終わんないんだろうな、アンナの話が。
って葵の目がぐるぐるするんだろうな。うわー、かわいい。かわいい。もしくはめっちゃ目輝かせて、そんな設定が。うわー、リマとジュンさんとかも見てみたいな。なんか可愛くしてあげますよみたいな、可愛くしてあげるわよみたいな感じで、超乙女メイクとかされてるジュンさんを見てみたいですね。うわー、いいな、乙女メイク。見たい。ネアさんとうわスズナ合いそう、なんかこうめっちゃ合いそう、最近はさっていう話をしてほしい。そうガールズトークな感じ、ガールズトークしてほしいな、うんうん、いいですね。いいな、かわいいな、うわ良い、うん、良い。サシのストーリーってすごい貴重な感じしますもんね。あれで2人のなんかこう意外な2人のやり取りストーリーとかあったりしますけど、うんうん、あれしか出てこないあれあれで見られますけども、確かに、そうそうそう、あれでどんどん、あルダのどうだ、うんうん、そうそうそう、あれね意外で結構好きです、うん、私、うん、確かにどんどん増えたらいいですね、あいのね、うん。さてプリコネチャンネルリダイブ、この番組はゲームプリンセスコネクトリダイブの世界や魅力を余すところなくお届けするラジオ番組です。それではそろそろ冒険の旅に出発しましょう。プリコネチャンネルリダイブ第371回。プリコネチャンネルリダイブ、この番組はサイゲームスの提供でお送りいたします。プリコネチャンネルリダイブ、改めましてパーソナリティのプリンセスコネクトリダイブ、ペコリーヌ役マオです。パーソナリティのコッコレ役伊藤美久です。パーソナリティのキャル役立花梨花です。今回の番組前半はこのコーナー、推しプリ。こちらはリスナーの皆さんの一押しのプリンセスについて投稿していただくコーナーです。またプリンセスだけでなく楽曲や魔物などなど、プリコネのいろんな推しについても投稿受付中です。では早速プリコネームリズ KK さんからいただきました。ありがとうございます。パーソナリティの皆さん、おいっす。おいっす。最近の気になるプリンセスはふぶきちゃんです。バンディシスターズではずっと若菜ちゃん推しで、ふぶきちゃんはただただ恐ろしい子という印象でしたがこういう属性の子なんだと理解してからは魅力がだんだん分かってきました。そして主人公たちとの戦いに負けて泣いちゃったり、弱気になってるところがすごく可愛くてファンになりました。また 6.5 周年の放送に出演されていた声優の花井美春さんがすごくおっとりした雰囲気の方だったのも意外でした。ということでバンディシスターズ実装を心待ちにしておりますということで、おめでとう。こちらそうですね、発表前の投稿そうかので、はい、おめでとうございます。来ましたね、しかもふぶきちゃんが来ましたからね。お迎えできてるといいな、いいな。素晴らしい。力ない入れてるといいな。では続きまして、プリコネームオリコーナーエリコさんからいただきました。ありがとうございます。はぁ、かわいい、かわいすぎるラーゴが、おー、あの丸くてふっくらしたほっぺ、スリスリしたい、ムチッとした足触りたい、抱き枕にしてお昼寝したい。はぁ、あ、はぁ、失礼しました。皆さんはラーゴどうですか？かわいいですよね。いや、かっこ、かわいいと思いますよ。かっこ早口と書いてあります。かわいいです。かわいい、間違いなくかわいいです。かわいいです。表情もいいですよね。でしてる表情が素敵。なんかぬいぐるみとかできないのかな。え、ないの？確かにできないかな。欲しい、欲しい、欲しい。したらもうこの願いは結構叶いますからね。スリスリして抱き枕にして、ムチッとしてもらいましょう。足はムチッとしてもちもちもち素材のラーゴ、いい、欲しい、欲しい、可愛い、お願いします、楽しみにしてよ。プリコネームミミちゃんみたいな孫が欲しいさんからいただきました、こちらの気持ちまで明るくしてくれる美食殿のお嬢様方、こんにちは。こんにちは。私は高校生の息子に勧められてプリコネを始め、ラジオも聞き始めた50オーバーの新米聞
き過ぎです、まだまだストーリーもクエストもこれからの状態ではありますが、そんな私にも推しプリンセスができました、プリコネーム通りですが、もちろんミミちゃんです。お思ったことをそのまま言えば天使ですね、どのように育てればこんな女の子に育つのでしょうか、いい意味で親の顔が見てみたい、息子にはミミちゃんみたいな孫が欲しいなと言っています。これからクエストやストーリーを進めていくことになりますが、早くもプリコネ沼にハマる予感がしております。ありがたい。素質があります。ようこそ沼にハマっていただきましょう。このままこれあのご子息かご子息様からしたら、私のパパは変態欲しい、なんだなのかもしれないと思っているかもしれないですけれども、確かに最高じゃないか。ミミちゃんのような孫は欲しい。欲しいね。天使ですから可愛い。本当にいつ会っても可愛い。会っても会ってもさ、会っても会ってるんだ。素質があります。素質があります。素質が楽しみですね。この後も。続きまして、プリコネーム、どけ僕は弟くんだぞさんからいただきました。ありがとうございます。僕が最近推しているプリンセスはエリス様です。というのも、僕は先日誕生日を迎えたのですが、おめでとうございます。子供の頃はまだしも、20歳を超えたあたりから誕生日が嬉しくなくなってきました。しかし、プリコネに出会ってからそんなことはなくなりました。なぜならプリンセスたちが誕生日を祝ってくれるからです。その時、お祝いの言葉が響いたのがしずるお姉ちゃんはもちろんのことですが、他に挙げるとしたらエリス様なんです。省略しますが、エリス様は生まれてきてくれてありがとうと、生まれてきたことを心から喜んでくれている、そんな風に感じて、エリス様けなげだなと思いました。そんなエリス様にはぜひ幸せになってほしいです、さらに願わくばゆいちゃんとも仲良くなってほしいです。さらに願わくばエリス、アイラ、シナズトリオの物語も見たいです。あ、見たいね。さらに願わくば多くない、ゆい&エリスを実装してほしいです。さらに願わくば、水着にもなってほしいです。行き過ぎてない。さらに願わくば、アイラ、シナズコンビにも水着になってほしいです。以上です。欲深い。結果水着でしたね。たくさん願ってる。たくさんでしたね。多分水着すごい見たいんだろうな。確かアイラ、シナズは見たいな。楽しみ。まあでも確かにユイ&エリス様欲しいな。でも水着欲しいな。水着欲しいけど、トリオは、トリオもいいな。物語も見たいな。そうですね、新しい物語見たいな。その物語を夏にしてもらって、水着に出したらもう、全部詰め込もう。いけるいけるいけるとか言って、ありありプリンセスフェスのガチャでユイ&エリス出てもらって、ユイ&エリスにして、でストーリーの方にアイラ、シナツも水着で登場させてもらって、トイレのドタバタストーリーで、いいですね。やっぱそこでやっぱユイちゃんとも仲良くなってもらって、全部幸せになるという、全部できますよ。素晴らしい。この線でいきましょうか。このプロットで。よろしくお願いします。お願いします。プロジェクトお願いします。以上、今回の番組前半は推しプリをお届けしました。お気に入りのキャラクターに出会ったら投稿お願いします。さらにプリコネのいろんな推し丸々も投稿してくださいね。番組後半はあんなコーナーやこんなコーナーをやっちゃいます。最後までお聞き逃しなく。ではここで一曲お聞きください。ストーリーイベントバンディットリターンズ煉獄のアウトロー、エンディング曲、ヤマト CV ファイルズアイさん、若菜 CV 岩見真中さん、吹雪 CV 花井美春さんで、バンディーラウディーショータイム。Thank you.
今回の後半はまずこのコーナープリコネ大喜利。こちらはいわゆるネタ投稿コーナーです。今回はお題、岸くんに意外な特技が、その特技とは最初の特集です。先にお断りしておきますが、これは裏設定とかじゃなくて、あくまで大喜利のネタです。勘違いしないでください。いや、本当で、はい、大事です。そんな、そんななんか来てるんですか？来てるかもしれない。あらあら、では早速プリコネームアミノさんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは字がとても綺麗。いい。あは、意外。意外だ。ちょっと確かに喋るのはね、あれですけれども、字がもう字がすっごい綺麗なんだ。うわ、どっちなんでしょう。本当に綺麗なのか、達筆の綺麗なのか。逆に読めない。そう、逆に読めない綺麗で読めないすぎて面白いな、それ。いいな、見てみたいな。続きまして、プリコネームギルドハウスガチ勢さんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは実はピアノが弾ける。意外。あー、いいだー。繊細な。そうなんだ。そんな素敵な特技があったとは。簡単なやつとかじゃないんだろうね、うん、もう、じゃじゃーん。じゃあ、うわー、弾けるんですよね。どうしよう、蝶ネクタイしてほしい。可愛く、可愛い。発表会みんなで見に行きたい。ピアノの発表会。ちゃんとペダルとかもこうやって使って。うわー、うまいんだ。意外だな。うわー、行きたいな。続いて、プリコネームペッコリーヌさんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは？ゴミの分別が早い。おいいことだけど。うんうんうん、すごいな。そうなんだ。パパパパ。かといって、じゃあゴミ出し行くかっていうと、わかんないですけどね。そうですね。そこはコッコロタンがやってる。うんうん、っていや、でもわかるんでしょうね。これはこれって。ラベルとか見なくても、わ、この感触はアルミ缶あれだ。いいな、やってほしいな。すごい。続きまして、プリコネームオクラハマミキさんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは？Tシャツを3秒で畳める。すごい、さっきからずっとなんか日常に特化した特技ですね。生活の知恵みたいな、うん、あれみたいやろうな、食卓。あ、こことここつまんでバババってやったらできるみたいなの。まあ、めっちゃありますね。あ、続きまして、プリコネーム朝のもつ鍋アスパラを添えてさんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは？女の子の誕生日は一度聞けば忘れない。うわ、どっちでもいい、どっちでもいいな。なんか忘れてても岸くんっぽいけど、うんうん、あーやだ。あ、そうですよね。あーやだ、まあ、やだ、このね、ラジオの岸くんの特技っていうのではやだやだ、いやだよね、いやよね、いやよね。ちょっと、いや、なんかちょっとマイナスの方に、なんかそう、覚えてることいいことなはずなのに、なんかそれが特技って言われちゃうと、うん、あーやだやだって、まあなりますね。あ、そうなんだ、ふーん、うまいんですね、そういうのが、へー、ちょっとね、数が数ですからね。続いて、うわー、プリコネーム相田つみおさんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは？プリンセスがシャンプーを変えると即座に気づく。あー、これもだ、うん、ちょっとあーやだやだ。ゲームの岸くんがこれだと可愛い、ありがとうってなるのに、どうしてラジオの岸くんってなるとなんか思うんだかなって。阿部さんの力ってほんとすごいんですね。すごいんだ、ほんとすごいんだ。うわー、これシャンプー変えて気づかれるとどうなんだ、これ女子的には。やってます、これは。キュンってなるのか、それともわーってなるのか、チャラさが出てますよ。なチャラさか。なるほどな。ちょっとね、でもきっとプリンセスたちは嬉しい、ね、嬉しいでしょうね。うわー、トゥンクってなっちゃうから、うん、ダメだよ、ダメ、騙されないで。ゲームの方はいい。でもこれはあくまでラジオ、ラジオですから、ね、大喜利です。そう、大喜利、はい、あー。では最後に、プリコネーム加藤ショコラさんからの、岸くんに意外な特技が、その特技とは？実は動画投稿者でチャンネル登録者数が10万人いる。
すごい。すごい。すごい。何の動画投稿してんだろう。何何、有名人じゃないですか。もう何やってるだろうな。あ、たまにプリンセスちゃんが出てくるのもあるのかな。出てきてくれたりするのかな。プリンセスたちとのデート動画ってこと？やばいやばい。そういうこと？それはちょっとみんな気になっちゃうんだから、この子とはどんなデートしたのかなって。プリンセス同士で、同士で気になっちゃう。そりゃ登録してる人、登録しちゃいますよ。え、このことはここに行ったんだ、へえ。やばいやばいよ、どうしよう。クスクスが、クスクスが聞こえるよ。聞こえちゃうよ。怖いよ。まあ見たいけどな、ちょっとドキドキしちゃう。はい、はい、ということで以上プリコネおぎりでした。プリコネおぎり、現在募集しているお題は、あのプリンセスのストレス発散法とは、岸くんに意外な特技が、その特技とは。そして継続するお題は、ゲストさんがいらっしゃった時の誰々が美食殿に加入したらです。楽しい回答思いついたら投稿お願いします。さて続いては、お待たせしました、ゲームをプレイしていてミック演じるコッコロタンに優しく叱られたい、注意されたいと思ったエピソードを送っていただく、コッコロの主様めでございますです。はい、プリコネームしそっぱお兄ちゃんさんからいただきました。ありがとうございま す。美食殿の皆様、おいっす。おいっす。最近パーティー編成でコッコロ様を使っていないことに気がつきました。え、気がついた時にはペコリーヌ、キャル、ミヤコ、初音たちと、レベルが5も開いていました。5も、うん、バランスよくいろんなキャラを使っていたつもりでしたが、コッコロたんには遅れを取らせてしまいました。こんな私を叱ってくださいね。ではでは、ということで、うん、叱ってください。え、どういうこと？わざとか、わざとかわざとなのか、まさか、うん、離れて、あら、これはちょっと目ですか。目ですね。はい、わかりました。ではコッコロの主様目でございますです、どうぞ。しそっぱお兄ちゃん主様、そうでございますか。私のことを編成していなかったと。ああ、私はそうやって忘れてしまうのですね。強くなればとっても活躍するのに、私は。そしてこんな私を叱ってくださいね。ではでは、じゃありません。そんなのは全然反省を感じられません。めでございます。強い。あ、でも叱ってる。強かった。でも反省してないな、うん、わざとだな。わざとですね。レベル上げを取っておいた甲斐がありましたね。うん、これから強めの目をいただけましたからね。この後いっぱい使っていただいて。そうね、うん、強くしていただいて、はい、お願いしますよ。というわけで、以上今回の番組後半はプリコネ大喜利とコッコロの主様めでございますをお届けしました。投稿お待ちしています。プリコネチャンネルリダイブ。プリコネインフォメ。ここではゲームプリンセスコネクトリダイブの最新情報をお知らせします。ガチャ情報です。マスターピース付き星3確定プラチナガチャが11月18日11時59分まで開催中です。星3キャラを1キャラ以上確定で仲間にすることができる特別な10連ガチャです。期間中に優勝ジュエルで一度だけ購入することができます。お見逃しなく。復刻イベント情報です。11月16日より復刻ストーリーイベント、ロマンシングサラサリア砂漠の花嫁と不思議のランプが開催予定です。まだプレイしたことがないという方はこの機会にぜひプレイしてください。アップデート情報です。11月15日からメインクエストのノーマルにエリア73の前半、ハードに72の3が追加予定です。なんと今回の更新からノーマルのエリアマップがジオニブルヘルになっていますよ。ぜひ見てみてくださいね。また72の3ではキャンプバージョンのゆかりさんのメモリーピースを獲得することができます。そしてメインクエストの追加に合わせてメインストーリー第3部第10章前半と新たな装備品が追加されます。またプレイヤーレベルとキャラレベルの上限が322から325に引き上げられますよ。さらに今回はキャラクターランクの上限も34から35に引き上げられます。
物語の続き、新しいエリア、キャラのさらなる強化が解禁されますので、皆様お楽しみに。さらに11月15日から新域クエストに6-1から7-10が追加予定です。ぜひ新しいクエストに挑戦してみてくださいね。バトルスタジアム情報です。現在11月15日20時59分までバトルスタジアムが開催中です。挑戦目標を達成し報酬をゲットしちゃいましょう。その他キャンペーン情報は公式 X およびゲーム内お知らせをご確認ください。以上プリコネインフォメでした。さて今回はプリコネームリズ KK さんからのリクエストで発売中の CD プリンセスコネクトリダイブプリコネキャラクターソング15より最高スタートダッシュを聞きながらお別れです。プリコネームリズ KK さんからはこんなメッセージもいただいています。最近年のせいか朝起きても疲れが取れなかったり朝から何もする気がしないことがよくありますそんな時にこの曲をかけると元気が出てきて曲を聴きながら部屋の片付けをしたりしています。みんなの歌い方に個性が出ていて可愛くて楽しい大好きな曲です。嬉しい、ありがとうございます。この風に番組エンディングでは曲のリクエストを受け付けています。お気に入りの曲や思い出の曲の投稿をお願いします。番組ではリスナーの皆さんからのメールを募集しています。いっぱいコーナーありますので詳しくは響きラジオステーションの投稿フォームを参照してください。よくわからない場合はその他から送っていただければスタッフさんが仕分けしますのでお気軽に送ってください。投稿心よりお待ちしています。そして今回採用された方の中から1名様に非売品のアクリルスタンドを差し上げます。今回はどなたに？はい、今回アクリルスタンドを差し上げるのはプリコネームコルゲン復帰勢さんです。素敵なプリンセストークありがとうございます。プリコネームコルゲン復帰勢さんはプレゼントアットマーク響き -radio.jp プレゼントアットマーク響き -radio.jp から郵便番号、住所、本名、連絡先の電話番号を送ってください。プレゼントは今後もずっと続きますので張り切って投稿お願いします。プリコネチャンネルリダイブは響きラジオステーションで毎週木曜19時配信。次回第372回は11月21日木曜19時に配信です。お聞き逃しのないようカレンダーにメモしておいてくださいね。木曜夜はプリコネチャンネルリダイブです。ではプリコネチャンネルリダイブ第371回はここまでです。お相手はペコリーヌ役マオとコッコレ役伊藤美久とキャル役立花梨花でした。来週もプリコネチャンネルにリダイブ。プリコネチャンネルリダイブ。この番組はサイゲームスの提供でお送りいたしました。ウィーン、でした。お疲れ様でした。さあ1分チャレンジが始まります。はい、今回はぬいぐるみにしたいプリンセス、はい、何でもいいです。どんな大きさとか。本当、いきなりちょっとプリンセスからちょっとあれしちゃうかもしれないけど、うん、岸くんのさ、はい、あのシズル&リノの真ん中にこうピッて、あーあれを、あれ欲しい、あれをさやろうよ。いや、あれ欲しい、やりたいです。みんな欲しいですよ。うわ、あれ欲しい。確かにかわいい。うわ、いいな。あとコッコロの周りにいる、うんうん、あ、精霊の、セレンさんのぬいぐるみも欲しいです。ぽよぽよしたやつ、うん、もちもちした感触でお願いします。いい、わあ、あと15秒ぐらい。じゃあおにぎりちゃんおにぎりちゃんのあの本当のなんかぬいぐるみ、立体的なぬいぐるみ、立体的な、立体的な、立体的なぬいぐるみ、なんか丸くてクッションとかじゃなくて、はいはいはい、もうおにぎりちゃん、あちゃんともう鼻とか、鼻とかもちゃんと出てる感じのやつ。あー、1分超えちゃった。お願いします。それではまた来週お会いしましょう。ゲームもラジオもお楽しみに。バイバイ。